はい、どうもみさん、こんにちは、よしおです。はい、本日はですね、遅くなってしまいました、この松井裕樹投手ですね、使っていきたいと思います。まあ、アニバのね、松井裕樹さんということで、2021年シリーズ2の松井裕樹さんがアニバーサリーでね、手に入りました。で、2021年シリーズ2ではですね、シリーズ1から球種の変更はなかったんですけども、フォークがね、変化量1増えたっていうところで、変化量3から4に上がっております。で、まあ何よりもですね、この球種の多彩さっていうところが、まあ松井さんのね、強みでありますし、その上にですね、ストレート球威 A っていうところで152キロのストレートがここに加わることによって、もともと強い投手ではあったんですけども、シリーズ2からですね、この第2特能のところですね、対ピンチ回がつきましたので、今回ですね、その威力というところをね、ぜひ、見せていけたらいいかなと思いますので、リアタイの方でね、使っていきたいと思います。ちょっと選抜はね、レベル1のままなんですけども、まあ、ここからね上げていきたいと思います。ちょっとね煙突がちょっとね血しかねできていなくてスピ負けしてしまうっていうことはね考えられると思いますが、十分ね強いと思いますので、ぜひね対ピンチ発動するときにね、使えたらいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。それではいきましょう。さあ、ということで、1試合目行ってみたいと思います。ちょっと先発ね、山本さんなんですけど、打者1人はね、確か先発投手ね、投げないと、交代できないので、1人打ち取ったら、どんどん交代させたいかなと思います。ちょっとじゃあ、ここで、松井さん投入します。はい。松井さん、先発ね、できるんだけど、煙突がね、僕してないんで、できてないんで、まあ、ちょっとこの辺でねもう中継ぎとして使いたいと思います。まあ、大会中とかね特にこういう投手、中継ぎはね本当何枚いてもいいんで。甘いな。いやそりゃそうだよな。ちょっと配球しっかりやらないと。このスライダーがねそう変化量をねしっかり意識してないと前のねスライダーとまた変わってますんで、変化量とかねその辺意識しておかないと。おし、これまで若干詰まってますね。やっぱスライダーとこのスラーブの組み合わせ、あとカットボールですね、その辺かなと思います。おし、来ました。対ピンチ来ましたんで、ちょっとこれ見していきたい。これもいや、うわ、いやきついなそれは。いやまあでも今の十分打ち取ってたと思いますんで、多分、煙突でスピ負けして、ボールが飛んでしまった関係かなと思います、今のは。ああ、フラン、ちょっと疲れてんな、もう。もう疲れちゃったか。松井さん。取れる。おし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 、ナイス。危ねえ。おし。ということで、攻撃から、お相手、アニバの則本さんなんで、スプリットの変化量みたいな。新しい則本さん、チェンジアップも見たい。チェンジアップとスプリットの2種に変わってしまったんで。おー、結構落ちるな。結構落ちますね、これ。強いな。危ねえ。なんとなくストレートな気はした。やっぱこうなっちゃうとね、フォークとスプリットの2種が使えないと、ストレートがやっぱり投球回数増えてくるのかなって感じですね、則本さん。なんで2019年のね、タイピンチ持ちの則本さんとか、はい、OK。めっちゃ強いんですよね。スライダーの変化量も多くて、フォークスプリット2種プラスそのタイピンとスライダーが使えた則本さんが一番強いかなと僕は思いますね。はい。いや、これ正面？おし、ナイス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 。あー、やべ、ゲッツーか。最悪。まあ、1点止まりと。そうで、フォークとツーシームっていう組み合わせがね、まあ、できるっちゃできたんですけど、まあ、それよりかは僕はこうやって球種がね単純に多い方が好きなんで、今回の松井裕樹さんも十分強いなと思います。うん、ちょっと疲れてんな。早いな。やっぱ煙突じゃないか、特訓か。もうちょい上げないと松井さん厳しい気はしますね。甘いコースもいっちゃうし。いや、うまいなマジで。いやー、曲がんねえ。いや、変えようかな。ちょっと次打たれたら変えたいな。ちょっと松井さん、また次に試合ね、2試合か1試合ぐらいやりますんで、ちょっと松井さん限界を迎えていますんで。
いやー、打たれるなー、やっぱ。さすがに変えます。ちょっと負けたくはないんで、まあ、ちょっと多分ここで抑えて、逆転勝ちしてるところで1試合目は終わってると思いますが、はい、よし、絶対ストレート、絶対ストレート、 OK、 ナイス、中地クオリティ。さあ2試合目いきます。いやー、5試合回すの結構きついっすね。もう最近の僕の体力じゃもう全然ダメだあ、お願いします。まあ、これ今回どうしようかな。さっきのスタミナ考えると高校取れたけど、割に早めに松井さん出そうかなと思います。まあ1人目抑えたらでいいか。はい、いや打ってくる、打ってくるか。いや、もう1人ぐらい行こうかな。はい、いや、ゲッツーか。やべ、ゲッツー取っちゃったや。はい、YouTuber のね、力をね、使おうと思ったら、普通に三者凡退しました。YouTuber の力というか、普通に企画用のね、投球っていうか、バッティングをね、しようと思ったんですよ。単打狙って、ヒットで、盗塁でアウトになるみたいな。はい、ちょっとそれをね、やろうと思ってたんですけど。さあ、松井さん、いきなり一人打ち取ってましたけど、オッケー。いや、詰まってるね。やっぱストレートが速いね。インコース決まれば。さあ、あっちゅう間に松井さん終わりそうなんで、早打ちしないでほしいんだよな。まあ、ちょっとね、今回は、まあ、煙突がね、全然してない状態での松井さんなんで、まあ、また煙突した後にね、試したいところではあります。うん、そう、このサークルチェンジもね、普通に強いんで、変化量多いんで、タイピンでね、使えば、割と打ち取れると思います。このフォークも割に強いですね。はい、変化量増えたのは結構でかいかなと思います。さあ、ということで最後さよならしたいところ、まあ、松井さんね、まあ煙突じゃないや、前の松井さんスピ解放とか知る人いたらぜひねコメント、くださると助かります。 OK、 ウルフクオリティ、あざした。はい、ということで、本日はですね、松井裕樹さん、使っていきました。まあね、結構打たれるっちゃ打たれるなっていう印象はあるんですけども、まあちょっとね、スピさ、煙突の具合っていうところで、まあちょっと調整しきれなかった面がありますんで、まあまたね、松井裕樹さん大会でね、めちゃめちゃ強いんで、まあ、この球種の多さっていうところはやっぱり高速フェードでね、超高速フェードで生かされるかなと思いますんで、まあちょっとね、大会はまた11月来るのかな、はい、その辺で生放送でぜひ松井裕樹さんのね、強さ見せれたらいいかなと思います。まあ、あとは松井裕樹さん、まあ、楽天純正の方とかでもし 松井裕樹さんのね、おすすめの配球とかありましたらぜひ教えていただきたいなと思います。はい、ということで、まあ、また今週ですね、ケツキングくんとの、バッティング講座またやりますし、ダルビッシュセレクションの動画もね、即撮り即出ししたいと思いますんで、ぜひともお楽しみください。今回の動画ね、少しでも、お役に立ちましたら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。